よーし、着いたぞ、ガキども。やっと着いたか。なんか息よりも長く感じたな。それに揺れもひどかったような。ほら、行きの時モンスターに襲われただろ。あれのせいで車体が歪んじまってな。こりゃ一度しっかり修理しなきゃダメかもな。もともとボロかったもんな、この馬車。まあな、だましだまし使ってたし、しょうがない。いい機会だと思うことにするか。ほら、俺のことはいいから、お前らは早く帰れよ。うん、それじゃあペーターさん、ありがとうございました。またアーランド行くときはよろしくな。少し落ち着いて。私は毎日ごちそうで嬉しいけどね。だいたいペーター君の馬車はいい加減すぎるのよ。2週間で帰ってくることもあれば、何ヶ月過ぎても戻ってこなかったり。彼に怒っても仕方ないじゃないか。何よ、お父さんはトトリちゃんが心配じゃないの？いや、もちろん心配だと思う。だがそれとこれとは。あのお姉ちゃん冷たい。お父さんはトトリちゃんに冷たすぎるわ。トトリちゃんもそう思うでしょ。いや、そんなこと。お父さんすごく優しいと思う。トトリちゃんまでそんなこと言うの？もう何よみんなして。私はただトトリちゃんが心配なだけ。え、ただいま。いつの間に帰ってたの？それで急いで戻ってきたんだけど。それならそうと早く行ってくれれば。あ、いけない、すぐにお料理温め直すわね。それから、やだ、もう毎日ちゃんと準備してたのに、こんな急だと。お姉ちゃん、そんなに慌てなくていいから。おかえり、トトリ。冒険者には慣れたのかい？懐かしいな。おめでとう。ありがとう。ねえお父さん、お姉ちゃんずっとあんな感じだったの？そうだね、お前が出発して10日過ぎたくらいからは毎日あんな風だったよ。そっか、心配かけちゃったよね。でももう大丈夫だろう。お前の顔を見て安心しただろうし、ただしばらくは村にいてあげるようにね。ふん、お姉ちゃん、私も手伝うよ。いいわよ、トトリちゃんは主役なんだから、ゆっくり座ってて。座ってたらお姉ちゃんとお話できないもん。え、それじゃあお願い。少し大人になって帰ってきたかな。しかし、そっか、あの子も冒険者か。ふかふかしたお布団。そうだ、私帰ってきたんだった。冒険者、そう、冒険者になって。
からお仕事もらって。あれ、なんか今までとほとんど変わらないような。でも今までよりいろんなとこに出かけられるもんね。トトリちゃん、そろそろ起きて。あら、自分で起きたの？珍しい。珍しくないよ、私もう冒険者なんだから。いつ、頼もしいわね。いつまで続くかわからないけど。ずっと続くよ。お姉ちゃんに助けてもらわなくても、もう一人で何でもできるんだから。あら、それじゃあ明日からはトトリちゃんのご飯作ったり、アトリエのお掃除しなくてもよくなるのね。嬉しいわ。できればご飯とかは冗談よ。朝ごはん早く片付けちゃって、私も出かけないといけないから。はーい。よし、お仕事は朝ごはん食べてからだね。あれ、でもお姉ちゃんどこに出かけるんだろう。中だよ。この間言っただろ、モンスターにやられてガタガタになったから修理に出すって。そういえば、じゃあアーランドに行きたいときはどうすれば。歩いていくしかないんじゃないか。そんなの無理だよ、ひどい人ごとだからって。だって人ごとだしな。まあ歩くのが無理なら馬車が治るのを待っててくれよ。いつ頃治るの？さあ。やっぱり人ごとだ。しょうがないだろ、俺が自分で直してるわけじゃないんだし。あ、治ったらちゃんと教えてやるから気長に待っててくれよ。よっ。どうし、一緒に冒険に行ってもらおうかな。おし、出かけてる間、私も時間が空いちゃったし。そうなんだ。でもゲラルドさんのお店、全然お客さんいないのに大丈夫なのかな。お前に店の経営状態を心配されるとはな。ああ、ゲラルドさん、いたんですか。そりゃいるさ、私の店なんだからな。まあ、儲かってないのは事実だが、何も考えなしに雇ったわけじゃない。え？あ、おかわりはいかがですか？あ、もらおうかな。
それじゃあジャッジちゃん、私にも頼むよ。と、まああんな感じだ。へえ、お姉ちゃんあんなに人気あったんだ。知らなかったのか。うん、ちっとも。あ、でもお客さんが増えたらゲラルドさんも忙しくなっちゃいました。いや、それがな、客の相手は全部ツェツェ一人でやってしまうもんで、むしろ前より暇だ。私が相手をする客はしばらくはお前だけかもしれないな。そうなんだ、よかった。って喜んじゃダメですよね。ごめんなさい。別にいい。それより無事冒険者になれたそうじゃないか、おめでとう。はい、ありがとうございます。これからもお仕事頑張りますから、よろしくお願いします。ああ、こちらこそ頼むよ。私が暇にならない程度にちょくちょく顔を出してくれ。メルお姉ちゃん、トトリ帰ってきたのね。そんな嬉しそうな顔してるってことは、うん、冒険者になれたよ。ほらほら、おお、本当だ、おめでとう。ありがとう。そっか、トトリも冒険者か。ってことはこれからは商売敵になるわけよね。え、商売敵？そうよ、こんな小さい村に冒険者が2人、いや、ジーナ坊やもいるから3人か。そんなにいたらそりゃ仕事も取り合いになるでしょう。それはつまり今日からトトリと私はライバル同士ってわけね。手加減なしで行くから覚悟しておきなさい。そんなメルお姉ちゃんが本気出したら絶対叶わないよ。それにメルお姉ちゃんと争うとかそういうの嫌だし。なんて冗談よ、ちょっとからかってみただけ。冗談？そう、私は本気で働く気なんてないし、トトリのお手伝いしてるくらいがちょうどいいわ。なんだ、驚かさないでよ。でも私はこんなだからいいけど、国中にいる大勢の冒険者がライバルってのは事実よ。それ相応の心構えはしておかないとね。わかった、心構えしておきます。うん、よろしい。さて、似合わない先輩風吹かせちゃったけど、これからもよろしくね。うん、私の方こそよろしくお願いします。あら、私に会いに。どうし、一緒に。もちいらっしゃ。少し、いらっしゃ。これく、これ、この相手、これく、今から調合、それ、これ。
ちゃんと言っておこうかと。ずるい！なんで怒るんですか？ダーランドに行くなら、なんで私に教えてくれなかったの？そうだったんですか？でも、アーランドなら馬車に乗ればいつでも。一人で行ってもつまらないの！女の子同士の旅行がしてみたかったの！そんなこと言われても、とにかくごめんなさい。もう、ないわ。とりあえず、おめでとうなのかしら。はい、ありがとうございます。冒険者になったんなら、どうせちょくちょくアーランドには行くんだものね。いや、勝手についてこられたら、ちょっと困るというか。気にしなくていいわよ。だって、勝手についていくだけだから。今から楽しみだわ。旅行なんて久しぶり。ですから、旅行じゃないし。ダメだ。何言っても聞いてくれそうもない。仕事。
し、いよいよ冒険者としての最初の冒険だな。うん、最初の冒険だね。どこに行く？いかにも冒険っぽいとこがいいよな。砂漠とか密林とか火山の火口とか。とりあえずこれまで行けなかったところを回ってみようよ。ちょっとずつ地図を広げていけばそのうち行けると思うし。そのうちっていつだよ。今すぐ行こうぜ。そんなこと言っても行き方わからないし、それに冒険者になったからって急に強くなったわけでもないし。しょうがねえな。あ、じゃあさっさと強くなってさっさとすごいとこ行こうぜ。そんなすぐ強くなれたら苦労しないって。時間かかったわね。うん、メルお姉ちゃんと一緒だしもっと簡単に勝てるかと思ったんだけど。あら、手厳しい一言。ま、それだけこの辺のモンスターも昔と比べて手強くなったってことじゃない？そうかな。どっちかっていうとメルお姉ちゃんが手を抜いてたよ。そんな風に見えた？あ、ごめんなさい、悪い意味じゃなくて、いいの、その通りだから。ドトリに見抜かれるとは思わなかったけど。そうなの？なんで本気で戦わないの？だって本気出すと疲れるじゃない。それに、それにいざって時に見せた方がかっこいいじゃない、本気ってのは。はぁ、メルお姉ちゃんらしいというか、なんというか。よっしゃ、先制攻撃だぜ。えい、くらえ、それ余裕余裕。えい、よかった、勝てた。
なんだよ、急に立ち止まんないの。ねえチーノくん、あれあれ、あの黄色い実か。しょうがねえな。うわ、さすがチーノくん、あっという間に。よっと、ほら、これでいいのか。ありがとう。やっぱりチーノくん頼りになるな。こんな時ばっかり頼りにすんなよ。これくらい自分で取れるようにやんないとこの先困るぞ。確かにそうなんだけど、木登りとかは苦手だし。よし、次に見つけた時は自分で取ってみろ。うん、そうしよう。だから無理だってば。無理だって思ってたらいつまで経ってもできないだろ。もう決まり。よし、めちゃくちゃ高いところの材料探さなきゃな。待って、足元見ないで歩くと危ないよ。ジーノくんってば。ねえな、もうだいぶ歩いたよ。お腹も空いたし。そう言われりゃ俺も空いたかも。なんか食い物持ってきたか。持っては来なかったけど、さっき取った果物ならあるよ。よいしょ、ちょっと待っててね。サンキュー。じゃあいただきます。うん、ダメだよ、そのままかじっちゃう。なんでだよ、いつもこうやって食ってるぜ。売ってるのとかはいいけど、これ洗ってもないし、ちゃんと皮むいて食べよ。めんどくせえな。そんじゃこの剣で。うん、なんで剣を抜くの。なんでって、お前が皮むけって言ったんじゃん。剣なんか使ったら危ないよ。それになんで皮を抜くのに垂直に刃を立てるの。なんでって言われても、なんでだ。もういいよ、私がやるから貸して。お前、こういうのは得意だよな。普段はどんくさいのに。どんくさくないよ、私だってたまにお姉ちゃんの手伝いとかしてるんだから。あ、でもあれだ、魚料理だったら俺の方が得意だぜ。ジーノくんのは料理って言わないよ、ただ丸焼きにするだけだし。でも魚は丸焼きが一番うまいだろ。内臓とか骨とかはちゃんと取った方がいいと思うんだけど。あのちょっと苦いのがいいんじゃん。骨だって、カルシウム。あ、そう、それカルシウムが入ってるから丸ごと食った方がいいんだぜ。はい、負けたよ。あ、待ってました。うめえな。本当、甘くて美味しい。まだまだ歩くだろうし、もう 2,3 個取っていこうかな。俺が取ってくるよ。トトリは皮を剥く係だからな。すぐ戻ってくる。気をつけてね。食べ物のことになると本当に単純だよね。
くらえ。えっ、あ、たそれ、余裕余裕、くらえ。えっ、余裕余裕、それ、くらえ。えっ、余裕余裕、それ、くらえ。えっ、余裕余裕、それ。はい、おしまい。攻撃だぜ。えくらえ。あいだ、いくわよ、せーの、うりゃ。余裕余裕、えくらえ。余裕余裕、それ、余裕余裕、それ。はい、おしまい。
ようなことしてないだろう。今すぐ別のとこ冒険行ったって平気だぜ。私は無理だよ。お腹も空いたし。そうだ、ジーノくん、今日うちにご飯食べに来ない？お前ん家に？いいのか？うん、最近私家にいないこと多いから、ご飯の作りがいがないってお姉ちゃんがぼやいてるの。行く行く、トトリの姉ちゃんの飯うまいもんな。じゃあ早く行こう。お姉ちゃんにいっぱい作ってってお願いしないと。トトリちゃんってばいつも急なんだから。ごめんなさい。でもお姉ちゃん顔が嬉しそうだよ。そりゃあね、あんなに私のご飯を待ち遠しくしてる子がいれば嬉しくもなるわよ。腹減った、飯まだか？こら、お行儀悪い子には食べさせてあげないわよ。わかったよ、おとなしくしてる。いい子ね、もうちょっとだけ我慢してね。ごちそうさま。それだけ美味しそうに食べてくれたら作った方も嬉しいわ。すっごい食べたね、ジーノくん。私の5倍くらい食べた。そんなに食ったか？なんか動くのが辛い。食いすぎたか？しばらくのんびりしてていいわよ。後片付けは私とトトリちゃんでするし。あ、そうだわ、もう遅いし今夜は泊まっていきなさい。泊まるって、いいよいいよ。どうして？少し前までよく泊まりに来てたのに。それはちっちゃい時の話だろ。じゃあもう帰るから。でも動くの辛いでしょ。平気だよ、これくらい。ダメよ、無理しちゃ。ちゃんと休んできなさい。大丈夫だってば。じゃあお邪魔しました。どうしたんだろう、ジーノくん。ジーノくんの方がトトリちゃんよりちょびっとだけ大人かもしれないわね。え、なんで？さあ、なんでかしら。それより後片付け手伝って。気になるよ、ちゃんと教えてよ。いらっしゃ。見事な仕事だ。それと、よし、これくらいの依頼なら、違うよ。っていうか、それ間違えても普通壊れないよね。
どうやったらこんな簡単に壊れるんだろう。すごいことはすごいけど。
そうだよ、まだ名前だって聞いてないのに。人に名前を聞くときは自分から名乗りなさい。ごめんなさい。なんで私が怒られてるの？あの、私はトトリって言います。私はミミウリエ・フォン・シュバルツラングよ。なんかお嬢様っぽい名前だ。ミミ？何よ、私の名前に文句でもあるの？ううん、文句はないけど、ミミちゃん？勝手にちゃん付けで呼ばないで。かわいい、すごくかわいい名前だよ、ミミちゃん。かわいいとか、ああもう、今日のところは出直すわ。待って、ミミちゃん。だから、ミミちゃんって言うな。怒っちゃった。名前は可愛いけど、やっぱり怖い子なのかな。何？多分、いくつ作ろうかな。私は錬金術師で、いろんな人に錬金術を教えるために
旅をしているの。錬金術って言ってもわからないよね。そうだ、釜とかってありますか？できるだけ大きいやつ。釜ですか？確か使わなくなったのが物置に。それ貸してください。ご飯のお礼に何か作ります。その方が分かりやすいし。ほう。よっと、これでいいですか？はい、バッチリです。それじゃあちょっとお借りしますね。あと終わるまで一人にしてもらっていいですか？知らない人に見られてると緊張しちゃって。まあいいですけど、向こうに行ってましょう、トトリちゃん。大丈夫よね？怪しい人には見えなかったし、あんな釜で何をするのか知らないけど。さて、それじゃあ終わるまでどこかで。あら、トトリちゃん？こうやって釜かき混ぜるの。かき混ぜてるだけですか？そう見えるかもしれないけど、ちょっと違うんだ。これは調合って言って。なんでいるの？ごめんなさい、楽しそうだったから。確かに楽しいんだけど、今ねちょっと難しいところで。だから私もやってみたいです。手伝っちゃダメですか？ダメじゃないんだけど。あ、すごい、なんか光ってる。おい、光って。うわー、ダメ、近づいちゃダメ。え、でもすごく綺麗。家事が増えたのよね。掃除は先生じゃなくて私が悪いからで。先生はすごくないかもだけど、錬金術はすごいの。そんなムキにならないで。別に悪く思ってるわけじゃないから。ただ錬金術っていうのはそういうものなのかなってだけで。そういうものって？だからつまり本当はすごいのに、すごそうには見えないものっていうか。よくわかんない。そう？でもこれ以上詳しく言うのは、トトリちゃんや先生のことあんまり悪く言いたくないし。じゃあいい、なんとなくわかったから。でもなんだかすごい昔のことみたいな気がするわね。まだ1年くらいしか経ってないのに。先生元気なのかな？またどこかで倒れてないといいけど。いらっしゃい。それと、よし。このそれじゃ。
じた。どうしたの、お姉ちゃん。チロチロ見て。改めて見ると、その服かわいいなって思って。ありがとう。だったらなんで怒った顔してるの？だってその服、私が作ったものじゃないし。最近トトリちゃん、私の服着てくれないし。それは、錬金術師はこういう格好するものだって。でも、お姉ちゃんから見て可愛いんだったら、それはそれでいいんじゃないかな。可愛いから余計悔しいの。いつか絶対、それより可愛い服作ってみせるんだから。